まして、はい、見た目はね、あの G350D 変わらないんですけれども、左ハンドルって言ったら 400D じゃないんで、ただ100キロなんで、あの飛び石とかもね、全くないですね。3点オプションついてますんで、AMG ライン、はい、で、アダプティブダンピングですね。で、サンルーフもついてるんで、ラグジュアリーパッケージ。左ハンドルのこのレッドステッチのシートですよ。ああ、新鮮ですね。この AMG ラインってやっぱりこういうちょっとスポーティーなデザインじゃないですか。このステアリングもそうですし、形とかね、であとこの辺のシルバーの感じとか、